はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、診断が9月の7日に来るというお知らせが来ましてですね、早くないですかこの間出たばっかりと思ったんですけどね、8月の29日ぐらいに診断が来て、まだその診断の動画全然さばききってない中で、診断が来るということで、まあ、嬉しいやら悲しいやらね、今回はこの診断の、解説を、また例によってね、あの新規カード全く分かんないんで、5枚くらいしか分かんないんで、あの予想で、いや、まあ、ざっくりとした予想でお話しするということだけをちょっとあのご了承いただければなというふうに思っています。ギャラクシー、ピュアリー、あと、みかんこですね、この辺りが実装されるということで、まあ、とりあえずこの3テーマぐらい、ちょっと簡単に解説をしていこうかなと、はい、いうふうに思っています。一応ですね、まあ、ざっくりね、右側にデッキレシピで、左側に、まあ、カードの、まあ、効果みたいな感じでちょっと話していこうかなと、思うんですけども、まずはね、みかんこですね。みかんこ、これどういうテーマかっていうと、あのね、簡単に言うとね、アマゾネスの剣士軍団ですね。アマゾネスの剣士軍団、戦闘ダメージを反射させて勝つっていう、そういうデッキなんですよ。で、大姫のみかんこっていうのがまあ有名で、まあ、これ解説していきたいんですけども、効果、1番、3番の効果それぞれ一旦2度しか使用できないよと。で、1番目、手札のこのカードを相手に自慢すると、デッキからみかんこカードを手札に加えることができますよと。サーチですね。で、その後、自分の手札を1枚選んで捨てるっていう効果。だから、イリュージョン・オブ・カオスみたいな感覚ですわ。で、2番目、このカードは戦闘では破壊されないと。まずね。はい、うざい。で、このカードの戦闘で発生する自分への戦闘ダメージ代わりに相手が受ける反射。やばすぎ。この反射がまあ強いんですわ。だから相手のモンスターが強ければ強いほど自爆特攻をしてやべえダメージが入るということですね。で、3番目、自分が相手のターンに、自分の墓地の装備魔法カードを、フィールドのモンスターに装備できると。フリーチェーンでこういう効果を持っています。で、大姫の、みかんこ1枚あればですね、展開ができるようになってまして、まあ、だから儀式の準備とかね、レベル6なんで儀式の準備とかサーチして、展開していく感じになるんですけども、大姫のみかんこの展開手段が、儀式魔法、一応この儀式魔法があるんですけど、儀式魔法以外にですね、インチキ特殊召喚ができまして、これ伝承の大みかんこって言うんですけども、これ手札からみかんこモンスターを一体召喚条件を無視して特殊召喚ができますという効果なんですよ。で、これでその大姫のみかんこをなんかそのガン無視して召喚条件、儀式モンスターなんか振り出して、なんか謎の魔法カードで、で、これ出して、で、このカードの墓地効果で墓地に装備魔法を、送って、で、大姫で装備するみたいな。この動きするとですね、大姫のみかんこプラス、まあ、手札コスト1枚ですね、から、まあ、展開することができると、みかんこモンスターを。で、装備する、まあ、魔法カードいっぱいあってね、全部説明してると時間ないんですけども、まあ、めっちゃ強い、一番、アドバンテージを稼げる、魔法カードをちょっと説明しておくと、みかんこのアラベスクですね。装備モンスターは効果で破壊されない。これ共通でついてます、大体。みかんこの魔法カードには。で、自分のメインフェーズに装備モンスターとは元々のカード名が異なるみかんこを、手札からデッキから特殊召喚して、で、これを装備すると。で、装備してたモンスターをバウンスできると。だから、自分のモンスターに装備しとけば、自分のモンスターを再利用することもできるし、相手のモンスターにね、装備して、で、相手のモンスターを除去しながら展開することもできるっていう。めちゃくちゃ強い。なんか、やってることやばすぎ。デッキから出してきた相手除去っていうね、こともできるし、手札にバウンスするから、まあ、自分のモンスターを再利用するということもできるということですね。で、デッキから出してきたモンスターにこのカードを装備するんで、デッキから出してくるモンスターのなんか装備した時の効果みたいなのが発動できて、みかんこっていうのは課金モンスターいくつかいるんだけど、例えば晴れだったら、装備した時にこの装備した時にデッキからみかんこ装備魔法をサーチできたり、あと、フーリーだったら、トラップカードをサーチできたり、まあ、こういうね、サーチ系の効果を、まあ、使っていくことができますよと。でね、課金モンスターたちの共通効果でついている効果が、まあ、この1番の効果なんですけど、このカードが装備カードを装備していない場合は戦闘ダメージがゼロになると。装備しなくても戦闘ダメージを受けない。攻撃力収録したのにゼロです。で、このカードの戦闘で発生する自分へのダメージが装備カードを装備している場合は反射する。だからアマゾネスの剣士。装備してればアマゾネスの剣士になって、まあ、装備しなくてもダメージがゼロになるってことですね。まあ、だからゼロゼロだけど、まあ、ダメージは受けないという感じ。で、大姫は、ちなみに、装備カード装備してなくても反射できます。はい。でね、この風鈴がね、めっちゃ硬くて、まあ、ちょっと来るかわかんないんだけど、これめっちゃ強いんですよ。これ、自分のフィールドに装備カードが存在している限り、自分のフィールドの、みかんこカード
未完工カードが相手の方が私にならないと、装備カードも自分も。だからね、対象に取る効果しかないようなデッキはこいつ立てられただけで結構積みます。はい、まあ無限保有とか効かないんでね、対象に取るとバロネスとかも無理だし、なんかね、こいつを処理する方法が結構めんどくさいんですよ。めっちゃ硬くてこいつが、例えば選んでなんか除外するミラージェイドとか、あとまあサロスエレスで吸うとかね、なんかそういう動きをしていけば一応処れるんですけど、まあ、そういう動きができないデッキはね、このモンスターだけで単体で詰むまであります。めちゃくちゃ硬いです。で、怪獣とかとめっちゃ相性いいんですよ。結構ね、相手のモンスターありきなんですよ。効果的には相手のモンスターに自爆特攻して戦闘ダメージを与えていくっていう、まあ、そういう感じのデザインになっているんでね。なんで、怪獣とかを相手の盤面に送りつけて、でそいつにぶん殴るみたいな、まあ、そういうね、行動をしていくと、まあ、結構簡単にライフをカットすることができると。まあ、怪獣とかラバゴとかね、大姫って言ってね、出張パーツになるんですよ。これ召喚剣を使わずに妨害を用意できるんで、なんで召喚剣を使わずにこいつだけで一応その用意できるんですよね。未完工モンスター、自爆特攻する、モンスターを。だから例えば相手の盤面に怪獣を送りつけたり、まあ、ラバゴとかでもいいですよ。あの辺を、まあ、送りつけて、で、まあ、大姫かなんかで、まあ、そのさっき言ったインチキ、召喚をして大姫出して、で、自爆特攻すると。で、自爆特攻するときにですね、モロハの剣っていう、このガードを相手のモンスターに装備してあげると、打点が2000アップして、しかもダメージが相手に反射するんで、これでワンキルです。めっちゃお手軽。モロハの剣、怪獣で相手のモンスターショル、またはラバゴでショルで、モロハの剣相手につける、未完工儀式で自爆特攻、これで勝ちです。めっちゃ簡単でしょ。まあ、回し方そんなに難しくないんでね、ぜひね、イラストも結構アド高いんでね、組んでみて見ていただければなと思います。一応ね、デッキレシピ見ていただいて分かるんですけども、宣告者のミコとか、あとブレイバーとかとは相性が良くて、シャルルとかこの辺の、まあ、ブレイバーとかに相性いいですね。ブレイバーで装備魔法を用意墓地にできるんで、まあ、ここからね、大姫の効果通していけるんで、まあ、なかなかこれは強力な、デッキになってくるかなと。まあ、ワンチャン環境入りは全然あるかなと。確か OCG の方では、今年の5月の YCSJ 準優勝かなんかしてたんで、普通にめっちゃ強いデッキっていうことですね。さて、お次はピュアリーということで、次に来ちゃいます。OCG の方ではね、まあ CS、公式大会になったのでね、優勝飾ってらっしゃるとてもね強いデッキでございまして、なんかね、噂によるとね、なんかね、全部来ないらしいですね。お知らせに、なんかその、3種の速攻魔法でデッキから呼び出すことができるうんぬんかんぬみたいなの書いてあるんですよ。だから、なんか3種類しか来ない、まあ、要は初期勢、速攻魔法の初期勢、しか来ないとか言われてまして、ちょっとね、スリーピーっていうね、魔法、速攻魔法が来るかどうかちょっとわかんないんですけども、まあ、ざっくりと、どういうデッキか解説していきます。ちょっとね、リストください。マスターディルウェイさん、ちょリストわかんないと話しようないんですよ。デッキ構築もしようないんで、ちょマジでリストください。あらかじめデュエルリンクスさんはやってくれるんで。で、まあ、ピュアリーの速攻魔法は全部ね、何かしながら、手札を1枚、追加効果で手札1枚選んで捨てるとデッキからレベル1のピュアリーを出せるよっていう効果がありまして、まあ、例えばプリティメモリーであれば、1000お互いに回復しながら手札を1枚選んで捨てるとデッキからレベル1のピュアリーを出せるよと。あ、これちなみにね、この1番の効果ターン1がないんですよ、名称指定の。だから、まあ、あればありったけ打てるってことですね。まあ、その代わり手札を1枚選んで捨てなければならないっていう。で、この選んで捨てるっていうところが効果なんで、例えば暗黒界と組み合わせたりね、あと今回デッキに入ってるんですけども、まあ、コストとして救いの駆け足とかを捨てて、まあ、アドバンテージをその捨てるカードで稼いでいくみたいな構築が主流になっております。で、速攻魔法の2番目の効果はね、これ、こういう効果になってるんですけども、このカード素材として持ってるピュアリーエクシーズモンスターは何々しますみたいな。で、例えばプリティメモリーであれば1ターンに1度、自分のフィールドのなんか他のカードを、墓地を食って相手のフィールドのカードを、素材に吸収するみたいな効果ですね。で、出てくるピュアリーが、まあ、一応OCG では2種類いて、ちょっとこれも来るか分かんないんですよね。別に
来ることは確定しない、まあ、リストがないから分かんないんだけど、ピュアリーは、召喚特殊召喚成功した場合になんか魔導陣みたいな感じでデッキトップ3枚めくってその中からピュアリー魔法トラップカードを手札に加えるっていう効果があります。これも、名称指定の対象がないので、まあ、一応ピュアリーをめっちゃ出してデッキトップ一生当たり続ければ一応一生その回収できるみたいな効果になってますね。で、一旦に一度自分のメインフェーズに手札のピュアリー速攻魔法を相手にチラ見せして自慢して、そこのカード名が記されたエクシーズモンスターを、インチキエクシーズできますという効果がありまして、だから例えばこの、プリティメモリーこれを相手に自慢するとピュアリーの効果で、エクストラデッキの、ビューティーですね、はい、これ、これを出せると。まあ、ここに、例えば、ビューティーだったらプリティメモリーって書いてあるし、ノワールだったらなんだっけ、これコロノワールじゃねえ、コロノワールじゃなくて、どっちの、これチビノワール、これだったら、スリーピンメモリーって書いてあるし、まあ、ちょっとスリーピンメモリーがなんか来ないと言われてるんですけどね、はい。で、まあ、そういう感じでインチキエクシーズができますよという感じになっております。でね、ピュアリーはデッキの中の速攻魔法が全部初動にあるんですよ。すべての速攻魔法に、手札を1枚選んでしてでなんか付与効果でピュアリー出せるっていう効果が付与できてるんで、まあ、これでね、レベル1をポンポンポンって出してエクシーズしていくみたいな感じになりますね。で、一応ね、エースモンスターちょっと来るか分かんないんですけどね、エクスピュアリーノワールっていう、どこデッキビルドパックアメイジングディフェンダーズか、アメイジングディフェンダーズってさ同じだよなこの辺と、そうだよな、だからエクスピュアリーノワール君は来るのかな。これはどういう効果を持ってるかっていうと、このカードはエクシーズ素材が5以上持ってる自分のランクにモンスターの上に重ねてエクシーズ召喚することもできると。てかピュアリーってさ全員インチキエクシーズ次だよねエクシーズってなんだっけってなるよね。モンスター同じレベルのモンスター並べてエクシーズする時代どこ行ったみたいな話あるんだけど、でエクシーズ素材を5以上持ってるこのカードは、相手が発動して効果をかけないと、まあ、サイコエンドパニッシャーみたいな感じですね。だからなんか相手の除去札は大体効きません、このモンスターには。それが5以上あればね。で、これを処理するために怪獣とか、まあ、ラバゴとかエクシズオーバーディレイとか、なんかそういうカードが、メタカードとして OCG では採用されているっていう。で、このカードのエクシズ材を2個取り除いて相手のフィールドか墓地のカードを対象に、そのカードをデッキでバウンスするっていう効果があるんですけども、これが、ピュアリーエクシズレベル1モンスターを持ってるとそのフリーチェになると。だからフリーチェで相手のフィールドか墓地のカードをバウンスしてくる。しかもなんとこの効果も、名称指定の単位置がないということで、まあ無限回使えると。素材があればありったけだから、まあ100個素材があれば50枚カードをバウンスできるということですね、そういうことになります。だからこのモンスターを基本的には立てることを目標にしていくんだけど、ちょっとね、その 3P メモリーっていうこの制限カードに今 OCG になってる、このカードがなんか来なそうな匂いがしてるんで、これがめっちゃ強いんですよ。ピュアリーって何が強いかって、これなんでかっていうと、ピュアリーエクシーズモンスターがこれを素材にしてると相手スタンバイにドローするっていう効果があって、これも名称してないんですよね。だから素材に入ってればありったけドローしてくるんで、なんかそのピュアリーの一番強いその相手のスタンバイの動きとしてはね、そのなんか素材、スリーピンメモリーを素材にしてる、まあ、何らかのモンスター、まあ、プランプとかこの辺のモンスターでドローしますと。まずまあ、2枚あれば2枚ぐらいドローしますと。でさらにこのピュアリープっていうトラップカードがあって、これでエクシーズチェンジできるんですよ。ランクアップとかランクダウンできるんですけども、ピュアリーエクシーズモンスターをもう一回そのスタンバイフェーズに出して、まあ、基本的にはこの、エクスピュアリーノワールってやつ出すんだけど、これノワール出して、でさらにその付与効果であるどれだ、この、スリーピンメモリー、これの効果を発動して、でさらにドローしていくと。だから何が言いたいかっていうと、この効果を1ターンに4回とか6回くらい使ってカードを4枚ないし6枚くらいドローしていくんですよね。これがね、いかれております。だから6枚もドローしたらさ、それはさ、手札誘発とか引くじゃん。まあ、今回のデッキの中に入ってる、例えばね、ドロバとかウララとかゾウジとかエフェルトベラシグレみたいな、こういうカード引くじゃないですか。でこれを、ドローしたところから打ってくるというところなんですよね。結構ね、手札消費がやっぱり激しいんで、この1枚捨てるっていう効果があるから、だから、アドバンテージをね、回復する必要があるんですよ、ピュアリーって使った手札を。だからこそのこの、スリーピンメモリーが強い。ただこれはこなそうと言われてる、ただ分かんない。何が言いたいかというと、リストくれ、ギャラクシー、待ちに待ちました。残業の用意はできてるか、いや課金の用意はできてるか。今回はね、このネオギャラクシーアイズプライムフォトドラゴンが、実装されるということで、解説していきましょう。めちゃくちゃ
かっこよくて脳筋でそして強い、このね、モンスター打点が4000あって、で普通に出そうとすると、光属性レベル 8×3 なんで結構出しにくいんですけども、ま、乗せられるパターンがギャラクシーってすぐあの人の上に乗ってくるからね、なんで、このプライムフォトンの上に重ねて召喚できると書いてあるんで、基本的にはこのプライムフォトンの上に重ねましょうと。でプライムフォトンがレベル 8×2 で出せるんで、まあ、実質レベル 8×2 で出せるっていうことですね、このモンスターは。で、効果なんですけども、自分のバトルフェーズに素材を取り除くと、バトルフェル中モンスターに3回ぶん殴れると。4000でめっちゃ強い。で、このカードが、ギャラクシーアイズフォトンドラゴンをスライドしていると、相手のモンスターの効果を受けなくて、打点がレベルの、またはランクの合計かける100アップする素材にしている、はい、っていう、まあ、だからなんかその、まあ、6000くらいになってなんか3連打してるみたいなね、まあ、そんなイメージですね。さすがに強い。で、フォトンハイパーノバで実装されたカードが多分ほとんど来るかなと思ってるんですが、メインデッキもね結構変わるのと、あとエクシーズモンスターもいくつか増えて、エクシーズモンスターからちょっと、説明していきたいんですけども、まあ、ギャラクシーフォトンドラゴン、これがね、新規のランク4で結構強いんですよ。こいつ出していくことになると思います、今後は。ギャラクシーはランク4ってなんか今まではねブラストとか、出したりとかそういう感じだったと思うんですけども、このギャラクシーフォトンをとりあえず出すっていうことになると思う。で、このカード以外の自分のフィールドの光属性モンスターの打点が500アップするっていう効果と、あとこれね、これが強い、素材を1個取り除いてデッキから、フォトンカードかギャラクシーカードを、手札に加えるか墓地を送る。で、自分のフィールドに光属性モンスターが特殊化されたら、特殊化されたモンスターのレベルを4か8にできる。ここはねめっちゃ強くて、いろいろレベル操作したり、展開したりできるんですよ。で墓地に送るか手札に加えるカードは、まあ、フォトンかギャラクシーだと何でもいいんですけども、新規で追加されたねこのねフォトンエンペラーっていう、これがねめっちゃくちゃ強いですね。これ、このカードがフィールド以外から、墓地を送られた場合に、フォトンかギャラクシーがバカ墓地にいれば出てこれますと。だからさっきの、ギャラクシーフォトンで、まあ、墓地に叩き落とせば、まあ、フォトンがそもそもいるんで、エンペラーが出てくると。で召喚特殊召喚に成功したターン、まず召喚源が1回増えますと。で自分のメインフェーズに光属性モンスター召喚できますということなんですよね。これがね結構相性良くて、新しく追加された例えば、この、ギャラクシーサモナー、これとかはね召喚に成功すると、ギャラクシーサモナー以外のフォトンかギャラクシーを墓地から釣ってこれるっていう効果があるんですよ。だからここで召喚権増やして、ギャラクシーサモナーで、まあ展開を伸ばしていくみたいな。でこのフォトンドラゴンでレベルを操作してランク8したりランク4したり、まあそんな感じですね。でね、ちょっとまあ手札上振れる必要はあるんですけども、ギャラクシーって結構高校からワンキルしてくるイメージ皆さん持たれてると思うんですよ。あのねちゃんと妨害用意できます、あの先行で。展開力が結構増えたので、フォトンエンペラーとかこのサモナーとかがあるんでね。なんでまあランク4から、まあ、ランク8、2体プラスソルフレアみたいなあの盤面に結構なるんですよ。まあちょっとランク8、2体まで行くとなると、ちょっとあのだいぶ上振れる必要があるんですけども、ソルフレアプラスなんか、あのフォトンロードみたいな盤面には基本的にはなるんで、なんで、まあ2妨害ぐらいは構えられますね。特殊召喚、されてるモンスター破壊したり、モンスター効果無効にしたりっていう。それにプラス、なんかそのランク8がもう1体出るんだったら、タイタンギャラクシーまで出るみたいなね。まあそんな盤面になります。だからね、結構ね先行でも強くなりましたギャラクシーは。でね、新規で追加されたカードで、この、ギャラクシーハンドレット銀河百式っていうカード、これがねなかなか強力で、このカードの発動時の効果処理としてデッキからフォトンかギャラクシーカードを、墓地へ送ることができるよと。愚かな、あの服装が愚かな服装または愚かな埋葬ができますよと。ここで、新規で追加された例えばこのフォトンジャンパーみたいなモンスター墓地を送ると、なんかデッキからフォトン魔法トラップとかギャラクシー魔法トラップ加えられたりね。あとね、これね、おまけ効果が結構強くて、自分のフェードにギャラクシーフォトンドラゴンが特殊召喚されたら、相手のエクストラデッキ確認して、引っこ抜けますっていう、なんか、クシャトリラユニコーンみたいな。またはナンバーズいればパクれますみたいな。だから、相手のそのエクストラデッキに、タイタニックギャラクシーとかいたらね、パクれます。盤面にバーンみたいなことができるんでね、これね、なかなか強力なんですよ、このカード。なんで、新規で追加されたカードをゴリゴリに使って、まあ、展開していくデッキになると思う。だから、まあ、先行を取って展開していく感じになるかな、今後は。なんか今まではね、本当ライトニングストームとか積んで、高校ワンキルして、していくみたいな
デッキで構築していた人多かったのかなと思うんですけども、まあ、ちゃんと先行で強くなりましたこのデッキは。で実はですね、このカルテシアっていうモンスターがね、あの初動として使われるようになってるんですね。今回ちょっと入ってないんですけども、これカルテシア入りもね多分ね結構強いです。これなんでかっていうと、これあのカルテシアプラスフォトンモンスターがギャラクシーモンスター、まあ、フォトンがギャラクシーで光属性なんでね、なんで融合召喚してグランギニョル出すじゃないですか。でグランギニョルってレベル6以上の光闇属性モンスター墓地をくれるんですよ。だからフォトンエンペラー墓地をくれるんですね。でそうするとフォトンエンペラーが墓地から蘇ってくれるんですよ。で召喚権1個追加しながら、レベル8が2体になるんですよね。グランギニョルプラスあのフォトンエンペラーで、だからランク8ができるっていう。だからカルテシアプラス、まあギャラクシーまたはフォトンモンスターでイコールランク8プラス召喚権1回増えるみたいな、まあ、そんな感じのねあの効果になってるんで、これ結構強いんですよ。だからあのカルテシア入り構築も結構あり、ちょっとねあの最初はまあ純正構築でやっていこうかなと思ってるんですけども、まあ、ぶっちゃけちょっとねカルテシア入れた方が展開力が伸びそうな俺は気がしてるけどね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。ネオギャラクシーアイズプライムフォトンは結構汎用なんでね、皆さんこれゲットしていただければなと、プライムフォトンと一緒にねゲットしていただければなと、はい、特にランク8するデッキは、まあピュアリーどこまで来るかっていうのがねちょっと問題ではあるんですけども、未完工もねめちゃくちゃ多分強いから、デッキとしては、デッキのパワーとしては、あと出張パーツ化もするしね大姫って。診断開封放送も、やりますので、よかったら遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。